えー、自分を客観的に見ることや理論的な判断ができない男です。鏡見てください多分わかりますよ。あのどう頑張って見てもやっぱり鏡は嘘つかないので鏡を見てる限りあ目の前にはイケメンがいないなっていうのがわかるのであのもし客観的にものが見れないんだったら鏡をずっと見てくださいはい。